おう、こいつは。そういや聞いたことがある気もするな。あれだろ、祭りみたいなもんだろ。いや、ありがとうさ。お前さんぐらいの年の若者にプレゼントをもらうなんてことはそうそうあるもんじゃないからな。新鮮すぎて少しびっくりしちまったよ。さて、となるとわしの方からもお前さんに何かお返しをせんとならんな。しかし困ったぞ。さっき言った通り、こういう贈り物には慣れていないし、知っているとは思うが、わしはただの不器用な漁師なんだね。向き合い方を知っているのは山の自然や動物たちに対してだけさ。何をお返しにすればお前さんのような若者が喜ぶのか、とんと見当がつかん。いっそのこと直接聞いちまおうかとも思うが。ときた、我がマスターはなかなかスパルタのようだ。うん、ではもう少し本気で考えてみるか。わしが返せるもの、喜ばせられるもの、相手は子供ほども年の離れた。思いつきはしたが、本当にこんなんでいいのかね。しかし、他になければ仕方ないだろうさ。では少し待っていておくれ、マスター。揃えてくるのに少し時間が必要なんだね。うん、こんなもんでどうかね。初心者向けに扱いやすさを優先して選んだ。必需品ばかりだが高級品ではないから安心して受け取ってほしいね。いやな、結局のところわしはわしにも分かる人間関係の記憶に頼るしかなかったんだ。お前さんはわしにとっちゃ親子ほども年の離れた若者だ。まあこの頭にパッと浮かぶ自分のこの年齢よりは少し上だがね。だから大体同じようなものだと考えて、息子に何を贈れば喜ぶかって感じで決めたんだ。昔まだ小さい頃、わしの息子は断るごとに狩りに連れて行ってほしいとねだってきてな。まだ早いと退けては泣かせていたものだが、数年後に初めて山に連れて行った時は、それはもう嬉しそうで、うん、お前さんさえよければこの道具の使い方をレクチャーというか、一緒に狩りに行こうと思うんだが、どうだね。動物を射たり血を見るのが苦手なら、ただの山歩きでもいい。野草やキノコを取るだけでも、なかなか楽しいぞ。そいつは嬉しい。ああ、やっぱり思い出しちまうな。あいつを山に連れて行った時のことをさ。
サーバントの身になってもまだこんな懐かしい気持ちになれるなんて思ってもみなかったぜ。バレンタイン様々だな。祭りはやはりいいもんだよ。うん。よし、それじゃあ早速行くとするか。おっと、言い忘れてた。楽しいのは楽しいが、やはり山には危険もいっぱいだぞ。お前さんに怪我をさせちゃいろんな奴らに恨まれちまう。サーヴァントとマスターの関係性ではあるが、いざという時の指示には従ってもらうぜ。